はい、お願いします。これより、知事の会見を始めます。では玉城知事からコメント発表をお願いいたします。はい、今日は県民の方からプレゼントしていただいたマスクを着用してお伝えしたいと思います。新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県の実施方針の策定について発表いたします。新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受け、政府は4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を全国に拡大しました。このため沖縄県では厳しい感染拡大状況を踏まえ、重大な局面にあることを県民の皆様に伝え、県として感染拡大防止に全力で取り組むため、4月20日に沖縄県緊急事態宣言を発出したところであり、この度その具体的な取り組みとして経済的支援策を含めた実施方針を策定しました。実施方針の詳しい内容については後ほど保健医療部長、商工労働部長から説明いたします。まず医療に関する主なポイントを申し上げます。沖縄県の厳しい感染拡大状況に鑑み、政府対策本部に対して沖縄県が特定警戒都道府県に指定され、優先的に医療資材等の支援や感染症対策の徹底が図られるよう機能付けで要請文を発したところであります。続いて医療体制の強化についてですが、感染症指定医療機関および協力病院等において病床数を着実に確保するとともに、県対策本部に医療コーディネートチームを配置し、広域での入院調整、搬送調整を行ってまいります。また、PCR 検査体制を拡充するとともに、入院施設のない離島で患者が発生した場合は、本島の感染症指定医療機関等への迅速な搬送体制を整備します。そして、軽症者の皆様には宿泊施設での治療などを行う体制を整備するとともに、感染者の治療にあたる医療従事者が自宅に戻らず宿泊施設を利用できるよう必要な支援を行います。また感染拡大を防ぐ観点から、医療従事者と仕事を休むことが困難な保護者以外のご家庭には登園の自粛を求めることといたしました。保育や医療の現場においては、感染拡大防止に取り組みながら日々業務に当たられており、こうした現場への支援を国においても打ち出していただくよう要請してまいります。続いて、事業者の皆様への自粛要請に関してご説明します。これ以上の感染拡大を防ぐため、特措法に基づき、遊興施設等、大学、学習塾等、運動、遊戯施設、劇場等、集会、展示施設、商業施設、文教施設に対し、使用停止を要請するとともに、イベント開催についても自粛を要請します。一方、社会生活を維持する上で必要な施設に対しては、適切な感染防止対策を実施した上で、事業の継続をお願いします。それらの内訳については、後ほど別紙1および2を参照してください。これらの自粛要請等と合わせて、県内中小事業者等の雇用と事業と生活を守り抜く取り組みを切れ目なく着実かつ迅速に講じてまいります。具体的には、1、感染症拡大防止の観点による飲食店への緊急支援金、2、特措法に基づき休業を行った県内中小小規模事業者への休業の影響を受けたことへの協力金、3、感染症拡大防止の観点による小売業等への支援金、また4として、休業しても国等から支援を受けられない認可外保育施設への支援金を支給いたします。さらにその他の事業者に対しても引き続き支援策を検討してまいります。各種の支援制度については後ほど商工労働部長から説明をいたします。県民の皆様におかれましては、引き続き不要不急な外出は
厳に慎んでいただくよう強くお願いをいたします。特にこれからゴールデンウィークの連休となります。公園などの屋外とはいえ多くの方が集まることで密集状態となることもありますので、公園に出かける際は散歩や軽い運動のみとし、キャンプ、レクリエーション、スポーツなどの計画や外出は我慢していただき、自宅で過ごすようお願いいたします。そして県をまたぐ行き来をしないでください。さらに離島における感染拡大を防ぐため、緊急の必要がある場合を除き、本島と離島間、離島と離島間の移動はおやめください。県民一人一人が接触機会を8割減らす、活動を5分の1にすることにより必ず感染拡大を収束できると思います。みんなで未来を変えよう、沖縄5分の1アクションを合言葉に、県民総ぐるみで力を合わせ、この難局を乗り越えていきましょう。リモートワークや分散出勤といった職場での取り組みを進める一方、インターネットを使った在宅での飲み会やおしゃべりなど、離れていても可能な新しい交流の方法を試すことも良いことだと思います。県民の皆様におかれましては、新型コロナをうつさない、うつらない、医療を潰さないために、お一人お一人ができることを率先してお願いいたします。これは県からのお願いですが、平日、毎日正午からの30秒間それぞれの職場やご家庭で医療従事者の方々や生活インフラを支え働く方々に拍手を送るという取り組みを行い、感謝の気持ちを形に示していただければと思います。また事業者においては、マスクや防護服、飲み物などのご提供をいただける方は、ぜひ県または最寄りの市町村へお申し出ください。県民の皆さんが力を合わせ支え合うことができれば、新型コロナウイルス感染症の流行は必ず抑え込むことができます。ぬちど宝です。県民にはゆいまーるという大切な人を思いやる言葉があります。県民の命を救うために今助け合うことが大切です。あなたとあなたの大切な人を守るために、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上です。では保健所から説明をお願いします。変わりましょう。はい、それでは、沖縄県の実施方針についてご説明いたします。資料2と書いたところがございますが、概要版で説明させていただきます。1ページ目の中ほどにあります、沖縄県実施方針概要とございます。措置を実施する期間は明日4月23日から、5月6日まで。対象区域は沖縄県全域でございます。1番目に特定警戒都道府県の指定につきましては、先ほど知事から説明がありましたとおり、昨日発出しております。2の医療体制につきましては、括弧1、入院体制の強化、それから括弧2、無症状者や、軽症者への対応、これにつきましては、先日、東横院、それから八重山の方で、解消したところでございます。括弧3、これは外来依頼体制の強化で、発熱外来などを進めてまいるというところでございます。括弧4で PCR 検査体制の強化、それから括弧5で離島対策、括弧6で医療用マスク、防護服等の確保、括弧7で、医療人材の確保、括弧8、医療従事者への支援としまして、前段の濃厚接触者となって、濃厚接触者となった場合の医療従事者に対しても、県が用意した宿泊施設で滞在を可能とする方法を今体制を取っております。それから感染者の治療にあたる医療従事者が、
自宅に戻らず宿泊施設を利用できるような支援をできるような必要な支援を行ってまいります。それから医療従事者が迅速に移動できるようにバス専用道路における通行許可も行うこととなっております。それから少し飛ばしまして、3の学校等につきましては県立学校においては5月6日までの間を一斉臨時休業としておりまして、市町村教育委員会においても同様の臨時休業を要請したいというところでございます。少し割愛しまして3ページ目の4の社会福祉施設、括弧1で高齢者施設障害者施設等につきましては事業の継続を要請したい。で括弧2につきましては保育所放課後児童クラブでございますが、市町村に対しましては適切な感染防止対策を講じた上で、保育等の提供を縮小して実施することを要請する。で丸の2つ目で保護者の方に対しましては医療従事者など社会生活維持に必要なサービスに従事する方々などが仕事を休むことが困難な場合を除きまして児童の登園等の自粛を要請するというものでございます。5は割愛いたしまして6番目で施設の使用停止の要請等でございます。これが別紙1にございます。いわゆる停止や使用制限を要請するという内容のものでございます。丸の2つ目の別紙2については、社会生活を維持する上で必要な施設として適切な感染予防対策を講じ使用停止は要請しませんが適切な感染予防対策を講じるよう要請するというものでございます。それから丸の3番目ですが休業中に、店舗や、子どものみが在宅している住居などに、窃盗事件などが起こらないように、警察の警戒活動を強化するというものでございます。大きな7番目事業活動や県民に対する支援等としてこちらに列記しております。事業者等への支援等につきましては後ほど商工労働部長から説明があります。で8番目に事業者への要請等として沖縄5分の1アクションを普及啓発しそれから在宅勤務、3密の方法を推進するということでございます。9番目でイベントの開催自粛要請をします。で10番目で県民の皆様に対し、外出の自粛を強く要求求めるというもので、丸の2つ目ですが繁華街における感染症拡大防止のための警戒活動を警察の方で行いました。11番目は、ゴールデンウィークを控えておりますので県外から県内へそれから県内から県外への渡航を自粛すると。で12番目で本島から離島離島から離島間の渡航も自粛するというところでございます。で13番目は市町村との連携14番目は風評被害対策で15番目につきましては県庁内の対応等について、記述しております。簡単ではございますが以上で説明を終わります。では商工労働部長の方から説明をお願いいたします。はい、それでは資料4の方をご用意ください。クリップ止めになっておりますのでクリップをお外しになってですね参照しながら聞いていただきたいというふうに思っております。私の方からは実施方針の7事業活動及び県民に対する支援等のうち、今回の施設の使用停止の協力要請及び事業者への新たな支援についてご説明いたします。まず1点目、施設の使用停止の協力要請ですが、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため県民一丸となって接触機会の低減に徹底的に取り組むため事業者の皆様に施設の使用停止の協力を要請いたします。要請する内容等です。感染拡大につながる恐れのある施設について施設の使用停止の協力を要請いたします。医療施設や社会福祉施設などそれから食料品などの生活支持品を提供する施設などそれからその他社会生活を維持する上で必要な施設などの施設は、3密を避けるための措置を行った上で、原則として施設の使用停止の協力要請は行いません。
次に要請する機関です。施設の使用停止の協力を要請する機関ですが、令和2年4月23日木曜から令和2年5月6日までの水曜までの期間としております。協力要請等を行う施設の一覧は、失礼しました、この資料の3ページ、4ページになっておりますので、後ほど参照していただきたいというふうに考えております。基本的に、実施方針の別紙1、2をですね、簡略化したものというふうになっております。次に事業者への新たな支援ということですけれども、これまでの外出自粛要請および今回の特措法に基づく協力要請等、感染症拡大防止に協力いただいた事業者に対しまして、経済的な痛みに寄り添い、事業継続を後押しするための支援金として、国の持続化給付金に加えまして、県独自の支援金を創設いたします。ページをめくっていただいて、まず予備費で対応するものとしまして、感染症防止対策緊急支援事業、これまだ仮称ですけれども、そういった事業を創設いたします。内容ですけれども、感染の拡大やこれまでの回復自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない飲食業で、売上が減少している事業者を対象に、緊急支援金10万円を支給いたします。申請の時期ですとか、申請方法等については、4月24日、金曜ですね、今週の金曜日に、ホームページにおいて改めてお知らせをしたいというふうに考えております。次に補正予算で対応するもの、丸2ですね、感染症拡大防止協力金、これもまだ仮称です。内容としましては、特措法による協力要請や、特措法によらない協力依頼を受けて、協力要請依頼をした翌日、4月の24日から5月の6日までの全期間休業に応じていただいた事業者を対象に、協力金20万円を支給いたします。同じく補正予算で対応するものの丸3ですね、感染症防止対策支援事業、これもまだ仮称です。これは感染の拡大や、これも外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事業者のうち、これも特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない小売業等で売上が減少している事業者対象に支援金10万円を支給いたします。また国等から支援の受けられない認可外保育事業者を対象として、これも支援金10万円を支給いたします。詳細については今検討中です。小売業等ですけれども、この等の中の範囲ですが、現在調整中でございます。それから丸2と丸3の事業については詳細はですね、今後補正予算成立に合わせて公表したいというふうに考えております。大きな3、その他の支援ですけれども、その他の事業者に対しても国の持続化給付金等の活用の周知を図るほか、県独自の支援策についても引き続き検討していきたいというふうに考えております。別紙の方3ページからちょっと簡単に説明いたします。4ですね、基本的に使用停止を要請する施設、まずそれの 1点目ですけれども、特措法による協力要請を行う施設ということで、施設の種類としましては、有効施設、大学等々ですね、その内訳について、右側の方に、先ほどの実施方針の別紙1をですね、簡略化した形で記載しております。ページを開いていただいて、4ページを開きください。こちらは特措法によらない協力依頼を行う施設ということで、協力要請と協力依頼ということで使い分けております。こちらは床面積の合計が1000平米以下の下記の施設については、同1000平米超の施設に対する施設の使用停止及び催し物の開催の停止要請、先ほどの休業要請ですね、の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼いたします。ここも基本的に今回の支援金の対象となります。ただし、大学の方で見ていただきたいんですけども、その内訳で、床面積の合計が100平米以下においては、適切な感染防止対策を、施した上での営業は可能ですけれども、営業した場合は感染症拡大防止協力金、過少のですね、支給の対象外になるということにしております。5ページはですね、
基本的に使用停止を要請しない施設というふうなことを記載しております。はい、私の方からは説明は以上です。この後ですね、ご質問をお受けしたいと思いますが、10分をめどでご質問を受けたいと思います。で、質問は一問一答でお願いをしたいと思います。現世の記者クラスの皆様から広くご質問をいただければなと思っています。どなたに聞くかというのも聞いてください、はい、質問の際はどなたへの質問かということをおっしゃっていただいてから質問をお願いいたします。では質問がある NHK です。知事じゃあお伺いします。はい、NHK 世代です。よろしくお願いします、はい、先ほど休業要請をされる方針を示されましたが、まあ、他県では一応休業要請されない県も結構あります。あと気持ちなんかを見てても自主的に結構お店を閉められているところもありますけれども、今回、まあ、あえて休業要請の決断に至った理由を聞かせてください。また補償金の額について、まあ、当初10万円という報道もありましたが、これ以上20万円支給されているので、まあ、その額に至った背景を合わせてみます。はい、まずその、まあ、金額等々に対しては、県の財政事情と、そしてこれから、国に求められる交付金の状況なども勘案しながら、その件数とそれから支給のタイミングなども含めて計算をさせていただきました。それからまあやはりその休業要請などについてもですね、すでにもう自主的に取り組んでいらっしゃる方々もいますが、あえて県の方としてもこの期間とにかく人の移動、ゴールデンウィークを控えたさまざまな感染拡大の防止に徹底的に取り組むという意味では、県民、事業者一体となって取り組んでいくべきであろうという強い思いで発出をさせていただいた次第です。他にご質問です。沖縄県です。沖縄県です。この実施方針をですね、すべてやるたびの予算規模、大体どれぐらいを想定されて作られたかというのはですね、知事はかねがね、その沖縄の実情を踏まえた方針を策定するということなんですが、この方針の中でですね、沖縄の特徴、まあ、沖縄の実情を踏まえた部分というのは、どこが一番分かりやすいでしょうか。はい、ではそれぞれの担当から説明をさせていただきます。商工労働部から説明します。そうそうそう。学のお話、はい、それから独自性、はい、はい、まだ規模の話ですけれども、今その予備費とか、それから補正予算で対応する事業として3つの事業を紹介させていただきました。まずその予備費を確定した感染症防止対策事業、緊急支援事業、これはその飲食業を対象にしておりますけれども、平成28年の経済検査庁によりますと、約7000社程度がですね、ターゲットになってくるのかなというふうに考えております。ただこれ予備費を活用しまして緊急的にという部分がありますので、この予備費の活用という部分では約5000社程度をですね、緊急的に対応したいというふうに考えております。まあ、残る部分については補正予算で対応したいというふうに考えております。それから感染症拡大防止協力金、いわゆるその自粛要請を行った企業等に対する予算の規模ですけれども、これも対象事業者数はこれも平成28年の経済変革等からいきますと、約1万社程度はいくのかなというふうに考えておりまして、まあ、1万かけるの20万ですので、まあ、それぐらいの予算規模を考えていると。それから同じく補正予算で考えております、飲食業以外の小売業等に対する支援金ですけれども、まあ、これもですね、28年の経済変革から1万3000余のですね、事業者数がありますので、まあ、それぞれの予算規模が必要だというふうに考えておりまして、今現在、対象事業者数と所要額については精査中ですので、その作業を通じて所要額を当てていきたいというふうに考えております。はい、沖縄県の実施方針を地域の実情に応じた点はどこかということでございますが、本県は離島県でございます。ですので離島の医療体制の構築、それから搬送体制については、
他県とは異なる点であると思いますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。それから、やはり離島県であることから広域的な応援体制をなかなか受けづらいというところもありますので、危機感を持った対策が必要であろうというところでございます。で、今回の県民の皆様への行動自粛に関しましては、本島と離島間、それから離島と離島間の移動についても強くお願いをしているところが本件の特徴かと思います。よろしいですか。はい、やっぱりご質問ございますでしょうか。どなたに質問します。琉球新報の中です。所動物の今回の、支援金を、ユビットの予算を活用するということで支援が重ねましたが、国の方でも臨時交付金の活用、そういった保障に当ててもいいという、指針が出されました。それは今回の、保障に、金額も含めて、こういう実施をしたいということを実際に後押しになったのかどうかというのと、あと今後 その経済の助成とかというのはどのような形で考えているのか。はい、私は資料の4の3の方でですね、書かせていただいておりますけども、国の持続化給付金等に活用というところで、今回その、こういったその休業要請を行う事業者に対する、事業についても交付金が使えるというような判断がございましたので、そういった事業も活用しながら、事業をですね、円滑に実施していきたいというふうに考えています。本件は何でしょう。それが今回の後押しになったかどうかというのです。これはその沖縄県だけではなくてですね、同じような事情を抱える他の都道府県においてもそうだと思いますけれども、国のそういった方針の表明がですね、後押しになったという部分もあるというふうに考えています。じゃあ、あと2問ということで、後ろの方ともう1人ということで、最後でお願いします。先に、社名と、どなたへの質問かということをおっしゃっていただきたいと思います。お願いします。すいません、琉球新報の池田です。今回、24条9項を使って、休業要請するという形なんですけども、より強い本当の45条を使った方が制限的には強いというところもあって、国の方も45条の制限の強めるというような形で進めているところなんですけども、なぜ24条9項のいわゆる休業の効率要請という形にしたのかというと、あともう一点が飲食店に関して東京など各県ではですね、時短営業を求めているところもあるんですけれども、それを外したという目的と理由になるので、教えていただければと思います。時短外したの？それでしてないよね。では商工労働部長から。はい、まずは24条の休校で、教育要請を行って、実施方針本体の方のですね、8ページをちょっとご覧いただきたいんですけれども、6の施設の使用停止の要請等の丸の一つ目で、特措法の24条の9項に基づき、別紙地に定めるところに、お願い、要請をするということでございますが、その要請に応じない場合には、特措法の45条2項も、3項も、4項もということで、要請、指示、公表まで検討するという、意思でございます。ちょっと待って、もう一点、時短に関するご質問がありました。これも資料4の丸1の方で見ていただくと分かるかと思うんですけども、今回その対象としているのがですね、休業要請の対象とならない事業者、その中の飲食業、これは売上が減少しているということを考えておりまして、特にその時短があったかどうかというこれについては検討しておりませんというか考慮しておりません。よろしいですか。時短の要請、要請、要請。ちょっとお待ちください。はい、資料の3
資料の3のですね、すみません、ちょっとページ打ってないんですが、最後の3ページ目、3枚目に、別紙にというのがありまして、そこの、食事提供施設の3の移行のところに、書いておりますけれども、講談の方で朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請というふうにしておりますので、時短を要請しているというところでございます。はい、では最後の候補の方は、はい、石垣ケーブルテレビの宮田と申します。知事の方にご質問したいと思います。県民に対するメッセージとしてですね、実は家賃とかですね、電気ガス水道の生活インフラ、今月末でまず厳しくなる県民が多いと思うんですね。その点で、その関係で県とか県内でできないように国と、連携した形でですね、そういった、県民に対する新たな支援策というのをお考えいただきます。そこをお寄せいただきます。これは中で含めてみて、はい、基本的に私たちは県民の皆さんが、県の政策、それから国の政策、その制度によって受けられる、支援についてをしっかり一つ一つ、これも利用できるし、これも利用できるということを重ねて使えるような形であるということを確認させていただいております。ですから例えば今現在、県の社会福祉協議会で行っている小口融資資金も、それも利用することができますし、それ以外のメニューで揃えている、支援策も当然活用することができます。そういうことをやはり重ねていって、支援の、枠というか、手段を、広げていきたい、たくさん作っていきたいというふうに考えています。より具体的なことは商工労働部長に、はい、答えていただきます。はい、我々もいろんな事業者からですね、そういった固定費が非常に、しんどいと思います、があるという話は聞いておりまして、我々が作っているその事業についてもですね、支援金ですとか協力金を立て付けてやっておりまして、使い方のいいような事業にしたいと、要するに事業者においてですね、賃料になっているのか、あるいはその別途 の固定費になっているのかというのは事業者自身でですね、ご自身で判断して、この急場をしのいでいただきたいというふうに考えております。すみません、電気、ガス、水道とかですね、そういった生活インフラ、これ事業者もそうなんですけど、県民も影響を受ける、もうなぜかというと、自粛で、派遣の社員とかも切られてですね、家賃が払えない、インフラが払えないというような現状がたくさん上がってきていると思いますね。その関連の点ではどうでしょうか。その点についてはですね、私の方から、富川副知事に指示を出させていただいておりますが、例えば広域的な電気料とか水道料というのは相手は、企業でもありますし、水道料金については上水道下水道など市町村との連携が必要になってきます。ですから県が単独で決められることではないということを、まず念頭に置いて、ではどういうところからその支援策を協力していくことができるのかということを今協議をさせていただいていますので、その方面でもどのような手立てができるのかということについてはしっかり検討していきたいと思います。はい、では実施方針にかかる会議は終了しますが、本日の検査結果について知事の方からコメントをいただきたい、ご コメントがあります。このまま少しお待ちいただけますでしょうか。はい、じゃあ、会見については、はい、はい、会見の内容を変えてお話しいたします。で、改めて知事の方から本日の、引き続き本日の検査結果等について、少しコメントいただいて、その後保健医療部からのブリーフィングということに移らせていただきたいと思います。はい、商工労働部長、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、コメントいたします。本日の感染者確認情報をお知らせいたします。本日は新たに5名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。これで県内の感染者数は130名となりました。そのうち11名は昨日までに退院をされております。詳細な情報は後ほど保健医療部でブリーフィングさせていただきます。昨日保健医療部から
県内初とクラスターと見られる感染があったと説明したところですが、改めて県民の皆様に注意喚起をしたいと思います。感染拡大を食い止めるために重要な会議以外中止または延期していただきますようお願いいたします。クラスター集団感染が発生をするという状況は主にこのようなことが挙げられます。一つ、換気が不十分であること。二つ、部屋が密集状態になっているということ。三つ、全員が必ずしもマスクをしていないということ。四つ、会議が長時間にわたっているということ。こういうことが最もクラスターになりやすいということを改めて、ご認識をいただきたいと思います。これは例えば会合などの場合でも、モアイの場合でも、こういう席になると当然マスクを外して食事をしますので、その分密接密集あるいは密閉というその状況になりやすいということをしっかり受け止めていただきたいと思います。ですからどうしても実施しなければならない会議等にあたっては、参加人数や開催時間を5分の1程度とすること、十分な換気を行うこと、人との距離を2メートル以上空けること、特に会議などにおいてはそのような席の配置に、事業者においても配慮をしていただきたいと思います。ドアノブやトイレなどの共用部分を消毒すること、これは、例えばお店飲食店などを利用する場合には、お手持ちのハンカチを使って、ドアの開閉をする、ドアノブを回すなどの、工夫をしていただきたいと思います。そして必ずやっていただきたいことは、マスクの着用、手洗いの徹底、そして手指の消毒、咳エチケットも欠かせません。マスクをしていない、あるいはマスクを外しているときに、どうしても咳やくしゃみが瞬間出そうになったときには、洋服の肘の内側などを使って、飛沫を飛散させない、これを、しっかり行っていただきたいと思います。県民の皆さんが、一人一人が確実にできることを確実に続けることによって、多くの方々の、命や暮らしが守られます。ぜひみんなで助け合っていきましょう。私からの発表は以上です。